ボールを倒せ。これ面白いですね。はい、本当に乗ったら酔うってことが分かりましたね。ね、大変な酔いになる。そしてこれ。気持ち悪い。うん、気持ち悪いな。シュールだな。目の前のやつはエアギター弾いてるし。俺も動きがクイックすぎておかしいよ。ねえ。上とか見れちゃう。こいつの足元を見れちゃう。お、足元。これすごいねこれ。ねえ。これこそなんか ついに来たね、これこそ社長ロボの時代が。ああ。いやー。すげえな。方向転換。ん？手が一瞬見えるあたりがまたいいですね。そうそう。ここがリアルだよね。こうなるんだみたいな。喜びって何？そんなに激しく。かなりアッシーの心を途絶えたらしい。まあね、ロボットは動けば動くほどシュールだったっていうことが。この絵は本当ひどいね。え、ローリー VS アイスブ。おう、この辺もね、またあの針の後ろに、あ、今5回か、ね、いや、これも完璧だね。ねえ、これいい絵撮れてるよ。このなんか、あ、このモニターのこのにじみがかっこいいね。ねえ、このなんかちょっと光学的なこう何かにやられて、ね、モニターがにじんでますね。あ、ちょっとこれ超かっこいい。あ、本当だ。鉄器っぽいねこれ。ねえ、これをさ、これをこいつを認識してさ、こうロックオンみたいな画像が出る。完璧だね。全く意味ないけど、この遊び自体。いや、もう分かった。ねえ。ちょっとちゃんと今度ちゃんと。